本日のお便り、ありがとうございます。東京都デカ唐揚げさんからのお便りです。ゆうみの皆さん、こんにちは。私はよく冷凍食品を食べるのですが、中でも唐揚げの冷食が一番美味しいです。各社特色がある気がするのですが、自分で調べるよりベース冷食唐揚げ担当がいるゆうみの皆さんに調べてもらう方がいいと思いました。そこでゆうみの皆さんには冷凍食品の唐揚げ連続正解するまで帰れませんをやってほしいです、ということで、はい、唐揚げ連続正解できるまで終わりません。いいです。バリーモンスターポポポポーン。確かに冷凍食品の唐揚げって結構ある。どうですか、馴染みであるというか。それでここまで座ってた家は何だったか分かる？全然知らない。あ、ね、食ったことはもちろんあるけど、あれがどこのか知らんな。お前も結構冷食っぽいよね。いやでも意外にも今回形にいろいろ違いがありすぎるので、今回は目隠しで。なるほど、なるほど。物は見えません。なるほどね。いろんなタイプだな。それではやっていきましょう。ファイヤー。これラインナップ次第だな。やっぱ味の素だよね。日例あるんやね。今回はこの8種類の中から4つ。いやこんな大阪王将わかるわ。いやごっつうまいやろ。そんなごっつうまいやろ。なるほど、ね、味の素結構出してる、ね、脳破壊されちゃうってことだ。人工的に作ったグルタミン酸で味の素過激派のものを出しちゃった。上に下にやろね。交差直感。あ、いやこれまでね結構隔たってたことないんですよ。あ、そうなんですか、はい、すごいな。何回やってると思ってんだ。上に下にです、この4分けした時のね。頼むよ中村さん。はい、うまいいやうまいということだけど。あ、ほんとは。でも味薄くないですか。勝手にもっと濃いイメージを。うん、ザ冷食やな。これ冷食にしたら俺クオリティ高い方だと。もっとさ、もう質素なのある。いや、まあその時代のあれかもしれない。フリッター系でしょこれ。フリッター系、フリッター系。あー、フリッター寄りというか、柔らかさで言ったらもう味の素柔らか鶏、若鶏唐揚げくらい柔らかかった。柔らかかったね。味の素だと思うわ。でもなんか脳破壊されるうまみみたいな来なかった。それはないねん、そんなのあったら。直感どうっすか。さすがに今回はノーヒントすぎてちょっと直感信じたいかも。日例とかってその安さ特化というか、うん、日例っぽかったけど分からんけど、もう勝手なイメージ日例はないんじゃないと思ってた。 もっといいやつなんじゃないと思ってた。美味しかったと。はい、おだから全然、だからもう下のこの分からん方全然あると思ってた。でも俺日例北海道でそのホテル泊まった時にサウナもあったんだけど、サウナから見える景色がもう一体日例の看板だったことはある。いらない関係ないな。いらない情報ね。マジで関係ないじゃん。関係ない、関係ない。でかい会社よってこと。これまで1問目が一番上だったことないんですよ。データーデータだったずっと。もう何回もやってんだからデータ取ろうよアホみたいに。毎回行くってこれっぽくね、行くこれ行くみたいな、やめよう。もう今日グラフ見るんだから。1個目1番目だったことないのよ。データから言ったらこれ意外にも OK 若鶏の唐揚げです。データでいいよ。データで今日さ、今日データいいですよ。1問目の唐揚げはただエグいぞこれ。 OK 若鶏の唐揚げ。残念。これは、まあ、逆に1個目言ってみるべきだったね。もうデータ論が合ってるのか。あー逆にミスったね。いや普通にね。よくてつまんなかった。あの枠ってギャラ出んのステージ出たら。きついよ。ギャラとかじゃないんじゃない。つんま。あ、魚肉ソーセージみたいなやつ。え、でも分かるよ、冷食感はさっきよりあるんですけど。あとなんかさっきに比べてちょっとこう身が締まってるんで、そうパサパサっていうのかな、うん、胸肉寄りというか、うん、これ日例だろ逆にね。おうまいけど、ね、なんか食ったことある感がすごいある。分かる分かる。おそらく日例絶対食ってない人生で1回は、うん、フライドチキンっぽい味するの側が全然じゃん俺だけそんなスンってなんなくても顔。いやこっちなんか俺に任せすぎだからさ、トムライの対応。ああ対応対応やめとけよ、窓口みたいに言うのよ。遊びなのよ俺。だってもう今無視してたって。顔見ててほしい、リプレイフライドチキンっぽい味すんの側が全然じゃん。だから絶対3人に言ってるわけよ。いやそうやな、明らかに。はい、小柳さんが対応しますよねみたいな顔。こいつヤバかったよ。見てそんな。いやマジで見てほしい。これこれ嫌なやつだね。本当にすいません、変えた方がいいかも席を。そうだ、逆に端でいいのかもしれないな。俺が真ん中にいるからここで防いじゃってる可能性がある。まあそれはさておき日例っぽかったけどね。俺は日例だと思います。日に1票。いやいいと思います。ただ今回はちょっとその一存で決めれない。どう。いや俺は食ったことなかったんで。
え、おそらく下4つは食ったことないと思うよな。ないと思う。若鶏って柔らかいと思うんですよね。だからそう考えるとやっぱその若鶏がついてないやつ、気持ちパサッとしたやつなんじゃないのという、って考えるとやっぱ日例いいんじゃないですか。さらにチャンスアップですよね。うん、そうですね、はい、なるほど。どうぞ。2問目の唐揚げは日例僕から。残念。マジか。マジか。でも1個目と2個目は確実に違ったよな。違った、うん。1個目の方が冷食だったな。あ、ガチ。あれ2個目の方が冷食か。2個目のがっぽいかな。プロやん。そうだよ、なるほどね。唐揚げ感あるのは確かに2個目だけど。あ、そうそう、だから美味しさできたら1個目の方が面白い。ただただうまいっていうか、その原作と違うみたいな、なんかそのただただ面白いだけ、ネットフリックスオリジナルみたいなイメージなんよね。唐揚げっていうか、うめえおかずじゃん。うめえ鶏って感じ。ただ2個目は唐揚げだったんだな、思ったより。そうってことは、やっぱこだわりとか、なんかそういうことになるのかな、わからんけどね。あと味覚えやすいのかな。1個目と2個目で明らかに違ったから。3つ目がどう出るかな。マジや、絶対味の素。マジ。うん、だから脳震えてきた。よく噛んでみ、ま、昆布の味するから。わからんわからん。すごっ。え、待って、これもう1個目っす。マジっすか。はい、いいよ。大阪王将のパターンはない。ある。味の素がこんなごっつい味濃いの出す。わかる。なんかちょっとウェイパーっぽいその中華スパイス要素あったね。でもお前大阪王将狙い撃ちだったじゃん。ちょっとでも大阪王将よぎったら言っていいよ。わかった。で、これはどう。分かった。分かったじゃなくて、これはどうだ。いや、ちょっとニンニク感強い強い強い。これちょっとさっ今の3つの中で一番要素があった、うん、これがニンニクなのか。ちょっとごめん、朝ニンニク食べてきちゃったからちょっと分かんないんだけど。珍しいね、朝から。これね、味の素の餃子は昔ラーメン使ってたんですよ。味の素ってね、冷凍食品そこまで味濃くなかった記憶があるんですよ。やっぱ味の素ってワードに騙されてる。意外と普通、意外と普通に。ここまで味濃い唐揚げが出るのかって言われたらちょっとね、怪しいような気もしなくはない。坂椒にしようかじゃん。坂椒、坂椒。でもザ・唐揚げとかあったら怖いんだ。ザ・唐揚げ言ってもらっていい。なんかちょっと怖い。言っていい。一旦言ってもらっていい。直感の味の素信じていい。はい、うん、やっぱ脳が震えたんだよ。うまいなって思った、今3つの中で。3つ目の唐揚げは味の素ザ・唐揚げ。残念。大阪王将だね、これね。そうやね、ゴットゴット。これやん。え、これめっちゃ冷食ってイメージあるんだけど。2個目っぽくない。あるとしたら1個目。はい、任すわ。後味が違いすぎる。任した。違う、言っとこうよ。4つ目は味の素柔らか若鶏唐揚げ。正解。ほら、一番上。じゃあ1個目と一緒なんだ。一番上だった。やったー。なんで、なんでこれ。ちょっと待って、食った部位が全然違うのかも。一緒だったよ。一緒でした。一緒だった。信じようよ、ね、ゆうま。一緒だったよ。そんな感じしたけど、ジューシーっぽい感じが。でもどうなんだろう、これがもし違ったら結構やばいかも。でも確かに部位はあるよね、うん、俺さっきなんか肉がでかかったから全然違う感じした。だから3年くらいトマトから食ってたの見てない。え、でも見てなくない。確かに見てない、見たことない。いや、ちょいちょい唐揚げくんとか。唐揚げくん唐揚げじゃねえから。唐揚げくんだから唐揚げ。唐揚げそう。え、うこっ、うまっ。え、そんな違う。大阪王将系のやつ。うん、ニンニキ、やばいこれ。ニンニキ、え、これ初じゃない。これ初だと思う。ね、え、これ大阪王将だろ、これは。行ってみよう、行ってみよう。え、これはさすがに大阪王将だわ。あ、わかんない。え、やば、ニンニク。こだわりという可能性もあるな。いや、あるある。でも、あの、味が覚えやすいから濃い。ほぼ味餃子。うん、味餃子じゃない。味餃子だわ、これ。なすかな、大阪王将。だから、ニラとかそっちのちょっとあの、クセ系の雰囲気。ニラとか入ってないだろうけど、その、なんていうの、薬味ってのいや、これはさすがに大阪王将だ。行ってみよう。これマッチでこれだったらやだもんね。うん、やばいやばい。ジロキッチンでこんな。めっちゃニンニクやね。五番目の唐揚げは大阪王将若鶏の唐揚げ。はい、来たよ。残念。違う。いや、でもこだわりの唐揚げ系ってさ、やっぱニンニク使いがち。いや、味の素のザ唐揚げとかの構造もあんだよな。やばいね、それだったら。だって唐揚げメインで食うって考えたら、やっぱザ唐揚げってタイトルつけない。確かにね。大阪王将フェイクな気がしてきたな。いや、わかる。あ、そうか、そうか。データ的にどう、一番下フェイクありえる。いや、来ることもある。安定にならないね。これ1か2じゃない。で、3か。なんか日例っぽいですよ。うん、冷凍食品っぽい。2のやつ、うん、だよね、2だよね。レモンみたいなの聞いてない。違うかな。いいよ、好きに言って。そんなクオリティ高くないと思うんですよね、これ。オーケーとか、オーケーとかね。あ、オーケーでもいいかもね。あ、6問目の唐揚げはオーケー若鶏の唐揚げ。きた。残念。オーケーフェイクだな。これオーケーフェイクだと予想した。
で消すやつは取ってきたね。1個も言ってないやつは残しておくべき。はい、1個目じゃん。1個目じゃない、じゃない、味の素のやつやったね。あの味の素の違うか。ほんとだ、脳震えたやつ。うん、震えたわ。なんて言ってダメだった、この脳震えたやつ。ザ・唐揚げで違ったんだっけ。うん、うん、え、じゃあちょっとマジでほんと柔らか若鶏の唐揚げ言っていい？それ当てたじゃん。当てたやつや。1個目だ。すいません。え、これうまいんだよな、俺からしたら。なんか虹のキッチンくせえな。おお、なるほど、なるほどね。名前的に、うん、絶対他とは違う何かを加えてるような気がするんですよ。ひと手間虹のキッチン消そうぜ。そうやな、一回見てないし、もったいないよね。今からその秋川牧園と虹色キッチン行く気にはなれないから、逆に日霊か、からし、からしね。大阪王将好きだね。大阪行ってみる。大阪王将、いや、なんかここまで来たら一回その味濃いの2つ行って。いや、行けよ。じゃあ大阪王将行け。7問目の唐揚げは大阪王将若鶏の唐揚げ。残念。おさごしないの。からしだととんでもないよ、今の今のムーブは。お、え、これは新しいのでは。え、まだ4つ出てなかった。逆にこれ、ね、これ一番おいしくないね。うん、これが一番唐揚げに近いだろ。だからザ・唐揚げ下系だわ。いや、上なのかな、これ。うわ、生きて、虹色キッチンっぽい。キッチンで出てくる系のさ、唐揚げ感ない。ヘルシー系っぽい。いや、生きてー、これ。虹色キッチン10番でまとめる。これ、あの、ファミマの、あ、わかるわ。スナックにめっちゃ似てるわ。スーパーってこういう、なんかちょっとパサッと感あったりしない？あるわ。わかる。OK でもいいんだ。OK 行こう。うん。8問目の唐揚げは、OK 赤鶏の唐揚げ。残念。ダメだけど。もう見たい。見てもいいじゃんね。1個目からじゃあよしとしましょう。よしとしましょう。多分見ても分かんねえんだろうな。別に食ったことないんだもん、全部最初にまず食わしてよって話で終わってるからね、このルール。1回10回を経なきゃいけないの。あっ、赤いな。これニンニク、そんな感じするよね。うん、でも近い要素だけど、1個目ね、衣とかないんだよね、あれ。1個目素揚げなんだよ。1個目はでも分かる、鶏の素揚げくらいなんか皮柔らかいよな。からしになっちゃうね。いけ。9個目の唐揚げはからし若鶏の桃唐揚げ。残念。ハンデだから。さて、1個目なんちゃうね。消しちゃん、ある。消しちゃん、いく。どれ消す。まあでも虹色か秋川牧野も消すのが一番いいんじゃん。言ってないから。どっちも消して。ゆう消したやつ消して。うわー、むず。虹色キッチン消す。あー、虹色だよな。虹色キッチン鶏もも肉唐揚げはありますか。ダミーです。ダミーだ。これね、気づいてくればダミーの方が嬉しいんだよね。あられると逆に困る。そう、当てに行かなきゃいけないから。確かに、ね、他の選択肢がもう増えるからさ、ダミーの方が嬉しいんだよね。10個目から見ていいの。10個目からいいでしょう。よし、よし、一回消そう、データ。0個目、0個目。うわー、なんかザ冷食だな。味の素、ザ冷食じゃないこれ。ねえよ。2個目かな。2個目だね。2個目か。君たちが好きなのが柔らか若鶏唐揚げ。はい。あ、じゃあこれじゃないね。これでも OK と日レ答えとかの残りほかだね。いや、どっちがいい、からしんかザ唐揚げ。でもザ唐揚げっぽい気もしなくもないなっていう。まあね、見た目はね、すごいわ。これにザがついてるかな。10個目の唐揚げは味の素ザ唐揚げ。残念。俺さっきはさ、味の素2個来ないっていう理論どこ行っちゃったのさっき。いやいや、でもそれはあくまで来ない可能性が高いってだけだから。高いってだけだった、うん、全然それは来る可能性もあり。思ったより見た目冷食だったからさ。あ、もう全部冷食だね。なるほど、こっちの方が弁当感あるな。なるほどね。つま揚げじゃん、これじゃん。1個目。あ、違う、これ脳震えるやつだ。すごい震えてんだ。うん、えらい。いや、やっぱ昆布の味がすんだよ、なんかその旨味成分みたいな。じゃあ日霊行ってみる。11個目の唐揚げは日米特から。正解。これうまい。安い方がこうだったろうな、味がしっかりしてる。そうなんだ。日米美味しいっすね、普通に、はい、あー、これ多分あれだよ、最後のパサつくのやつだ。うん、一番最後に来た。これうめんだよな。冷凍食品っていうか弁当の唐揚げって感じ、うん、秋木じゃないこれ。いいですね。うん、秋木ちょっと頼む。秋木、うん、秋木やね。勝手なイメージだけど、ちょっとなんか弁当屋っぽいっていうか。あー、わかる。12個目の唐揚げは秋川牧園こだわりの唐揚げ。残念。えぐい。こうなるとね、唐
カラシンかっていうとザ、ザカラ揚げはない気がする。ザではない。味、同じ味の素であんなクオリティの差生まれないと思うんだよ。これだってやっぱその、もも肉とかヒントなのかな。書いてあるももとか。これ何、柔らか若鶏から揚げ、うまいやつ。はや、いや、脳震えないから日例だよ。日例って味の素より味の素してんだ。うん、味の素使ってると思う、日例が。ぶち込んでんの。うん、13個目の唐揚げは味の素柔らか唐揚げ。残念。やばいよこれ。やばもう今後見てやります。見てもわからんもんな。うん、見てやらせてくださいよ。あ、これあれだ。めっちゃ冷食なんだよね。あれまだ当ててないでしょ。当ててないんじゃない。10個目に言ったやつだよ。脳震えるやつと味の素柔らかわたどりからあげと竜田揚げみたいなやつとこれとか。そう、これからしんやろ。いけいけ。14個目のからあげはからしん若鶏の桃からあげ。残念。え、竜田っぽい。いや違うでしょ。えこれパサパサ、ほら、あ、柔らかだじゃん。ニンニクじゃないこれ。ニンニクなんだ。だマジ唐揚げみたいな見た目のやつ2個ない。これがニンニクか。うん、うめえ。これ秋川牧園なんちゃう。秋牧、秋牧いけないよ。秋牧15個目の唐揚げは秋川牧園こだわりの唐揚げ。残念。えっぐ、やる気なくなった今ので。秋川牧園何してんだよ。ねえよ秋川牧園。あんのかこれ。リッチの架空の唐揚げ屋の話だ。なんだよこれ、聞いたことねえよ牧園ってフレーズ。確かに牧場か農園やろ。これがだからもう一本ね。あ、これね、これも転ばしいやつだ。意外とこれ大阪王将っていうのない。わかる。16個目の唐揚げは大阪王将若鶏の唐揚げ。残念。やばい、ちょっと待って、パニックパニック、ちょっと一回どうしよう、どうしよう。大阪ないないんだ。どうしようどうしよう。はい、出たよ好きなやつ。え、待って、これ脳震えるな。あ、じゃあ日例じゃない。え、これ日例じゃない。日例で言っていいよ。震える答え合わせしよう。中ドラゴメの唐揚げ日例特から。えばい。すごい震えさせたら日例しかない、うん、明らかに震える。これなんてもう震えたな。見た目え、となるとこれがこれ、柔らかあれかってことだろ。うん、あれみたい、あのセブンの揚げ鶏。揚げ鶏、揚げ鶏っぽいね。揚げ鶏っぽい。なんだ、もう揚げ鶏になっちゃうっていう。18個目は味の素柔らか赤鶏から揚げ。正解。よし、やったー。なんでなんでだ。これトンブラウンの完成した時のやつだ。あ、これがどっち。見た目じゃニンニクかニンニクじゃないかわかんない。ニンニクじゃない。あっさりしてるね。まあ、唐揚げ冒険ね。え、虹色キッチンじゃない。だ、じゃあいいんだ。同じ味の素でこんなに見た目変わるかと思うんだよ。でもこれザ・唐揚げだからまた2つも別なんじゃない。そんな変わるかねってくらい違くない見た目の。オーケーじゃん。オーケーで言ってんじゃないの。あれなんか言った記憶もあるような気もするけど、行ってみようか。19個目の唐揚げはオーケー若鶏の唐揚げ。よし、じゃあもう味の素一択やん。味の素でもさ、あのさ、ニンニクのやつテレコで言っちゃってる可能性はない。分かんない。そうはない。分かんない。いや、ニンニクは正体のリアクションは違うもん。あ、これね、これ、カサキと一緒からやね、これニンニクやろ。うん、20個目です。いや、一緒なのかな。別の、何消す。消しちゃう。となれば逆にザカラーが、うんうんうん、いや、ダミーだろこれっていうの消すのがやっぱ一番いい。だから俺、オーケーかカラシンが今迷わせてる種な気してんだよ。まあそうだね、どっちかじゃん。おそらくオーケーはどっちも言ってない。だから必然的に多分なしだと思うよ。おー、だからカラシンかなと思ってる。20個目チャンス、カラシン若鶏の桃唐揚げはありますか。あります。おお、なんだ最悪や。え、でもどっちかがカラシンじゃん。カラシンはニンニクかニンニクじゃない方。え、カラシンじゃ全然トマヤの当初の予定通り越して結構クオリティ高めは唐揚げ系じゃん。確かにね。多分安くはねえだろあれ、うん、今回だから俺の予想飛び越えてきた。上3来てる。おお、上3で、ってことは下0。いや下1だろこうなると。となるとさ、もう秋木なんじゃないの。どっちかが秋木は大阪王将なんじゃないの。上4はないべ。もうカラシンっていうのは、カラシンが行った方がいいよな。カラシンって言った方がいい。ここ20個目の唐揚げはカラシン若鶏の桃唐揚げ。
えらい。おえー、マジかよ。だからニンニク効いてんのはからしない。え、今のでもさ、本当にニンニク効いてた。それな。いや、もっとニンニクじゃなかった。今、もう出ないわけよ、正解したから。だからこれで確定できるよね。あ、やっぱこんなニンニク違うんや、なのか、あ、やっぱ薄いわ。最後、バチ当てしたいね。震えたわ。震えました。震えた。震えた。震え方、えぐいわ。敏感だね。21個目の唐揚げは、日蓮特から。でかい。お前え、わかるって。ファーストで全然違うもん。すごいよ。美味しい。俺は好きなんだと思う、日蓮のカラス。あれだから震えてるのね。うん、やっぱそういうことですよ。あ、これはもう、そしたらもう味のものですね。やばらかい。すげー、これ。これ好きだわ。これ確かにうまい。胡椒感がある、うん、その22個目の唐揚げは、味玉と柔らか若鶏唐揚げ。正解。え、てか待って、俺これも絶対もっとニンニクが良くてこだわり入ってる秋ボケだと思います。はい、どうですか。いや、薄そうだな、味が。いや、うまい。いや、これだわ、ニンニク。あ、違うんだ。やばい、全然違う。で、これ大阪王将で言ってんすよ。バッカーも言ってる。え、いや、ザカラ揚げの可能性ない、どない。本当に怖いね。これ味の素ザカラ揚げって可能性全然ない。すげー、1000じゃないですか、今回。安けりゃ味濃いみたいな。そう、うまいもん。理論。同じブランドで。もうザカラに一直線。うん。行こう。じゃあ、じゃあ最後、じゃあ。唐揚げパークから決めてくれ。はい。23個目の唐揚げは、味の素ザカラ揚げ。うわ、上4か。上4でしたね。これもうレアケースだったら、レアケース。データとか言い出した時ヒヤヒヤしてた。そうだ。いやでもなかったから、これまで上4なこと。マジでレアケース。今後傾向読めなくなったね、これ。そうだ、まあ関係なくなった。うん。うわ、それ紫の見たことある。それ何。それ日霊でしょ、ちょうど好きな。これが日霊の。やっぱ日霊ですわ。だから、で、あ、これそうだや。うわ、そりゃそうだよね。同じ、そうだよ。それは変えるよね。フェイクで冷凍じゃない。あ、唐揚げ。なるほど。これからしん。意外と冷凍唐揚げってなんか種類なくて。からしんない。一番あっさりしてるな。冷凍じゃないから。冷食の味濃いんだな。え、でも俺だから冷食でこのクオリティなんだって思ったもん。だからホットスナック感あったんだ、これ。お店で揚げてるんだ。あ、じゃあすごいわ、それ当ててたんだな。あ、でもやっぱ醤油、砂糖、ニンニク、生姜ペーストだな。ペースト。まあ、一例です。いや、僕はね、これはこれなんだよ。売り上げナンバーワンなの。こういうのでいいんすよ、冷食唐揚げを食うならって。夕闇に誰し漆黒のエンジェル、大きな大きなワンマンライブ。夕闇に誰し漆黒のエンジェル。2025年1月25日土曜日、豊洲ピット。チケットの種類は3種類。絶対遊びに来てね。そして3ヶ月連続デジタルリリース決定。